皆さんこんにちは。らしいよです。皆さんは東条英機という人物をご存知でしょうか。第二次大戦中、日本の総理大臣を務めた軍人で、ヒットラー、ムッソリーニ、東条英機と並ぶように、独裁者のイメージがあるかもしれません。意見は人により様々ですが、どんな人物だったのでしょうか。今回はそんな東条英機をご紹介します。東条英機は1884年7月30日、現在の東京都千代田区で三男として生まれました。東条の父は陸軍中尉で、東条は三男ではありましたが、長男次男とも他界していたため、実質長男として扱われます。東条は東京陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て陸軍士官学校に入校。1905年に陸軍士官学校を卒業し、同年4月21日、陸軍少尉、近衛歩兵第3連隊に就きます。1907年12月21日には陸軍中尉に昇進しました。その後1909年、妻勝子と結婚し、子供も授かっています。この時期、陸軍大学校に何度か挑戦しますが、ことごとく失敗。あまりにも受からないので、東条のために小畑敏郎が家で勉強会を開いたといいます。合格に必要な学習時間を計算し、そこから1日あたりの勉強時間を割り出して猛勉強の末、1912年、ついに合格を果たします。陸軍大学校の席次は11番で、優等卒業生までは行きませんでしたが、海外勤務の特権を与えられるまで成績を伸ばしています。仕事は努力一筋といった感じですが、プライベートでは女性に対してかなり禁欲的であり、浮いた話が一切なかったといいます。この後、退位から少佐の時期に3年ほど欧州に駐在武官として駐在することになりますが、無類の愛妻家で、東条から勝子夫人へ144通、勝子夫人から東条へ159通の手紙が行き交っています。夫婦仲は生涯にわたってよく、首相を務めていた昭和17年の正月年賀の酒に酔った東条が、芸者遊びにうつつを抜かすものなどダメだ、俺は若い時も今も女房一筋だと叫んでいたという話もありました。1919年からは欧州へと単身赴任となり、帰国後は歩兵第一連隊長に任命されます。この時階級は大佐になっています。東条は部下の将校全員の身上調書を取り寄せ、容姿、経歴、家庭環境などを暗記し、自分が受験に苦労した思いからでしょうか、陸軍大学校を受験する隊員にはタイムの負担を減らし、受験勉強を助ける配慮をしました。将校クラスの隊員だけでなく兵卒にも気を配る東条は、人情連隊長と呼ばれ好評でした。上官や先輩から殴られるのが当たり前の時代に、隊員それぞれの家庭環境まで把握し、優しく接した東条は、現代でも通じるホワイト上司と言えるでしょう。1937年3月1日、東条は関東軍参謀長に就任し、日中戦争が勃発すると兵団長として作戦に参加。目覚ましい成果を上げましたが、自ら参謀次長殿で東条兵団と命名した兵団は補給が間に合わず、飢えに苦しむ連隊が続出したといいます。補給の重要性は理解していましたが、進軍速度が釣り合っていなかったのでしょう。その後東条は1940年、第二次近衛内閣、第三次近衛内閣の陸軍大臣を務めました。近衛日記によると、品波、軍総司令部のアメリカと妥協して事変の解決に真剣に取り組んでもらいたいという見解に、東条の返答は、第一線の指揮官は前方を向いていればよい、後方を向くべからず、だったそうです。日米衝突を回避しようと、近衛文麿首相が、日米問題は難しいが、中兵問題に色艶をつければ、成立の見込みがあると思う、と発言したのに対して、東条は激怒し、鉄兵は心臓だ。鉄兵を何と考えるか、譲歩に譲歩、譲歩を加え、その上、この基本をなす心臓まで譲る必要がありますか。これまで譲り、それが外交か。幸福です、と唱えたそうです。この撤兵問題とは、陸軍の中国からの全面撤兵要請のことです。当時陸軍は満州国を手放すわけにはいきませんでした。
満州国は1929年の世界恐慌以降、日本国内の農民の貧困を解決し不況を克服するために植民地として期待されるようになっていたので、全満州へ支配の拡大が計画されるようになっていました。満蒙は日本の生命線であるといった宣伝が盛んになされるようになっていました。日米交渉難航の責任から近衛内閣が総辞職した後、後任の首相については対米協調派であり皇族軍人である東国宮成彦王を推す声が強くなっていました。皇族の東国宮であれば和平派と開戦派両方をまとめながら対米交渉を再び軌道に乗せうるし、また陸軍出身であるため強硬派の陸軍幹部の受けも良いということで、近衛や重臣たちだけでなく東条も賛成の意向でした。ところが内大臣木戸幸一は独断で東条を後継主犯に推挙し、昭和天皇の承認を取り付けてしまいます。この木戸の行動については様々な解釈がありますが、対米開戦の強硬派であった陸軍を抑えるのは東条しかなく、また東条は天皇の意向を絶対視する人物だったので、天皇の意を汲んで戦争回避に最も有効な主犯だというふうに考えたのではという説が多くあります。東条は皇居での首相任命の際、天皇から対米戦争回避に力を尽くすように直接指示され、それまでの開戦派的姿勢を直ちに改め、外相に対米協調派の東郷重則を据えました。この時陸軍省に戻って執務室までの道中、和平だ和平だ、勢力は和平に荒らせられるぞと叫びながら歩いたとも言われています。その後日本は和平に向けてアメリカに対しかなり譲歩した案を提示しますが、アメリカから返ってきた答えはさらに締め付けるような条件でした。ハルノートを目の前にした時、対米協調をあくまで主張してきた東郷でさえ、これは日本への自殺要求に等しい、目がくらむばかりの衝撃に打たれたと言い、東条もこれは最後通牒であると認めざるを得なかったのでした。というのも米国にとって経済を活性化するためには第二次大戦に参戦することが最も手っ取り早かったのですが、ルーズベルトは大統領選の際公約に米国防衛以外の戦争には加担しないことを掲げて当選しているため、日本から戦争を吹っかけてもらう必要があったのです。これにより東条内閣は交渉継続を断念し、対米開戦を決意するに至ります。対米開戦決定を上奏した東条は、戦争回避を希望し続けていた天皇陛下の意思を実現できなかった申し訳なさから、上奏中に幾度も涙声になったと言われています。1944年6月19日から6月20日のマリアナ沖海戦で海軍は大敗し、これを契機に戦争の責任を取って東条内閣は内閣総辞職を決定、鈴木貫太郎内閣が発足し終戦へ向かいます。それから終戦まで重臣の大半が和平工作に奔走していく中、東条のみが徹底抗戦を主張し孤立していきました。東条はかつて、勤王には教義と抗議の2種がある、教義は訓命にこれ従い、和平せよとの勅命があれば直ちに従う、抗議は国家永遠のことを考え、たとえ勅命があってもまずいさめ、たびたび還元しても聴取されねば、陛下を強制しても初心を断行する、私は後者を取ると無内訓示していたそうです。その思いは強く、広島長崎への原爆投下後も降伏は屈辱だと考え戦争継続にこだわっていました。しかし御前会議で天皇陛下の終戦の聖断が下ると、直後に開かれた重臣会議においてご聖断がありたる以上やむを得ないと思いますとしつつ、国体護持を可能にするには武装解除をしてはなりませんと上奏しています。また御前会議の結果を知った軍務課の中堅将校らが東条にクーデター同意を期待して訪ねてくると、絶対に陛下のご命令に背いてはならぬと答えました。その後自殺未遂もありましたが、東京裁判にて永久戦犯とされ、1948年巣鴨拘置所内において東条の死刑が執行されました。63歳でした。東条は東京裁判を通じて自己弁護は行わず、この戦争は侵略戦争ではなく自衛戦争であり国際法には違反しないと国家弁護を貫きましたが、敗戦の責任は負うと宣誓口述書で明言しています。
また開戦の責任は自分のみにあって、天皇陛下は自分たち内閣統帥部に説得されて、いやいやながら開戦に同意しただけであると明確に証言しました。この証言が天皇陛下の免訴を最終的に確定することになりました。以上が第二次大戦中首相を務めた軍人、東条英機でした。彼の評価は様々ですが、この動画で意外な一面も見られたのではないでしょうか。このチャンネルでは、明日誰かに話したくなる、そんなお話を投稿しています。面白かったら高評価、チャンネル登録を押していただけると幸いです。またベルマークも押していただけると新しい動画をチェックしやすくなります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。